千代さんから見てどんな風に見えますか、スルメちゃんは。スルメは、スルメは私もすごくたくさん見てるわけじゃないから、私が見た中でっていうのだと結構独立心は旺盛なのかな。その依存っていうよりはもう好奇心旺盛で、いろんなものをあっちも気になったりこっちも気になったりっていう風なのの方が多いのかなという風に思って、でこの間さやちゃんがさ褒めてたけど、わーってすごい褒めてんのにポイってどっか行っちゃってたじゃんね。あれを見た時に、あ、そこまでその飼い主さんであるさやちゃんの価値が高くないんだなと思ってちょっと嫌だなとそれは思ったのね。うん、でそこをやっぱり今のうちにもっと私に価値があるのよっていうことを教えてもらいたいなと思うんだけど、じゃあどうしていくかっていうと、多分一つは構いすぎっていうのはあると思うんだけど、なんでそういう風に感じちゃうのかっていうと、やっぱりその元々犬が持ってる性格っていろいろあって、もう例えばラブラドールみたいな犬とかっていうのはなぜかは知らないけども本能的に人間が好きですっていうようなのをもう満タンに持ってきてて、何をしなくても好き、何をしても好き、もう無視をしても好き、叱られても好きみたいな犬じゃんね。で、かたや例えば柴犬みたいな犬はさほどそういうものを元々は持ってないから育てなきゃいけない、うん、育てなきゃいけないで、育てなきゃいけないと、もうすでに育ってるから逆にちょっとそこまで良くないから私ちょっとほっといてぐらいのバランスを考えると、スルメはちょうど真ん中ぐらいの感じなのかな。人が嫌いでもないじゃんね、嫌いでもない、遊んでほしいときは遊んでほしい、でも自分のしたいとき、自分がしたいことしたいときはちょっとほっといてみたいなところがあるから、どっちかっていうとこっちより、その人間好きっていう方に持っていった方が将来的に断然扱いやすい犬になるんで、飼い主さん気持ち向き、飼い主さんの気持ちがこっち向きなので、こっちからこっちに引っ張り上げるためにはもっと褒める回数を減らすから1回の褒められるが嬉しくなるっていう風に持っていった方がいいかなという風に、思いました。構いすぎたりとか、褒めすぎると、心が離れていく犬もいるっていう、そうね。例えばさ、例えばチョコが大好きです、もうチョコが大好きで冷蔵庫開けるといつでもチョコ入ってます、お母さんがいつももう切らさないように補充してくれてるんですってなったら、別にチョコ今食べたくないよねみたいな時もたくさん多分出てくると思うんだよね。でもチョコめったに入ってない、チョコめったに入ってないのにたまに冷蔵庫にチョコ入ってたりすると超嬉しいっていうのと同じで、いつもいつも努力もしないのにあるものに関しては欲しいとも思わないし、自分から頑張ってゲットしようとも思わない。なんか褒められるっていうことが好きではあるので、もうそれは過剰にしないように。むしろ喜んでほしいから自分が何かをするして喜んでもらうっていうところに喜び見出してもらうぐらいに誘導をしていった方が断然。もうさやちゃん自身の価値っていうのが上がっていくんで、そこはもう褒めすぎちゃうと、もう今はいい、もうめんどくさいになっちゃう、で今まで伸びを、伸びをもうたくさん褒めて、こっちが大好きだっていう気持ちをどんどん増やしていくっていう上でやってたので、めっちゃ褒めるんですけど、それもその褒めすぎない、適切な量が、褒めすぎないっていうのは、その何にもしてないのに褒めすぎないっていうのかな、自主的な行動を
褒められても、例えばその私が見たのはさやちゃんがおしっこした後、それがおしっこした後さやちゃんが褒めてたらあんまり嬉しそうじゃなかった。だったらその褒めるタイミングだけ待っててもすごく少ないから、じゃあその楽しいと思わせるためにどうしたらいいかっていうのをもうちょっと先回りして考えていって、そういう犬って遊びに誘おうと思ってもなかなかあの乗り気じゃなかったら遊んでこなかったりとかするんだけど、そうするとあの私がよくやるのはちょっかい出すんだけど、ちょっかい出すときにもう正面から行かずにもうあのお尻のところをツン、で見るじゃんね。そしたらやめた。お尻。でこうやって回り始めてきた。こっちから。お尻。でもちょっと嫌がらせみたいな感じで。でそうすると気持ちがこっちに向いてくるじゃんね。そしたらお尻に逃げたりとかして、ちょっとやっぱりその誘ってわーって来た時に楽しいよねこの遊びっていう気持ちを出してあげる。だから褒めるっていうよりも。どうやってスルメを楽しくさせるかっていうのを考えていくっていう方がいいかな。のびみたいな犬はさ、本当に、何でも喜ぶじゃん。はい。何でも喜ぶから、そこの辺は、どちらかというと、もっと落としていこうっていう方なんだけど、そんなに 何にもかも喜んじゃうと、ただの喜び犬の制御できないやつになっちゃうから、もう褒めるときには、ありこぐらいでとどめておくようにするんだけども、本当に逆で、そうじゃないのはどう私が喜ばせる方に引っ張ってくるかみたいな感じでやっていくかな。そうそう、それ言わないし、もうそれ多分褒められるのが嬉しい犬と、ただおやつが欲しい犬と、まあ両方好きな犬といろいろいるんだけど、多分スルメで言えば褒められることよりもおやつがもらえる喜びの方が断然大きいから、そういう時はもう褒めるのはなくていい。なくていい。うん。うん、もうそう。クリッカーやんだったらクリッカー鳴らしておやつ。もう淡々とやっていく。褒めるのは、褒められると嬉しいのはおやつ。っていう風にやっていって、で遊ぶ時に自分の価値を出していく。で、基本的にさ、その子犬の、生活パターンっていうのを守ってやっていると、子犬の好きに自由にさせて自分の存在を無視してますっていう時間は限りなくゼロにしていくじゃんね。だその中でじゃあ自分に興味持ってもらえない時には必ずクレートに入れるかっていうと、いやまだ2分しか経ってないしとかっていう時もよくあるでしょ。そういう時にはもう本当にじゃあ誘っていくのも押し付けがましくなく、もう自分が楽しく遊んじゃうっていう風にしていって、クレートから出ている時には 100% 気持ちが、犬の気持ちが飼い主の方を向いたそのインタラクティブな遊びをして、気持ちがわーってなったぐらいの時に、特にその感動が低い系の子はわーってなってきた時にポーンおやすみって入れちゃうのがいいかな。